慌てちゃってすいません入らなくて、はい、はい、もう膝はだいぶいいの？私ですか、うん、私あのなんかダメなんですけど、うん、ま、どこまでいけるか様子見なの、はい、でねちょっと耳掃除はできてない、薬入れただけ、はいはいはい、でも顔を洗ってもらってた、はいはい、ちょっとだけ怒ってたけど、まあ、あとは最近ちょっと機嫌があんまり良くなくて、機嫌いいよって本当、うん、機嫌が良さそう、ただ肛門腺脂肪時はめっちゃ嫌がってました、ね、そうですよね、まあ、でもそあの機嫌いいよ寝ぐすりとかさ、ね、どこまで行っちゃうのどこまで行っちゃうの通り過ぎてちゃったさようなら、はい、じゃ あの一応で抗生症者療法はね、はい、やらさせてもらいました、はい、ありがとうございます、ね、はい、あと師匠ね、このことさ、お腹に石があるあ、そう、先生、それで思い出したんですけど、なんか数回前に全部撮ってもらったじゃないですか、うん、何枚、何回とか、はいはいね、で、あの一番横から向いてこう石がこうこうこうって入ってる写真をいつかまた1枚だけ撮ってもらうっていうのはいいですか、また機会があれば、はい、ちょっと、はい、レントゲン出して13、1313、5月13、よかった、雨止んでて今、そうですよね、ここに来ると必ず雨だからさもうどうしようと思ったんだよね、そうさ、雨女ちゃんなんでそういっぱいあったんで、それがなんかちょっとでも変化があれば、まだ撮ってないんですけど、今度はやってみても、この角度で1枚だけ撮ってもらうことは、はい、でもできれば、ね、あ、2枚、わかりました、じゃないと比較が光るで分かりにくい場所が、はい、まあ、またじゃあ機会があったらお腹の写真ね、はいはい、撮ってみましょう、連れてきます、はい、じゃあまあそういうことで肛門腺はしっかり出ました、はい、すいません、ありがとうございます、だから、まあ、ただね、こっからは出せない、普通の子みたいに、ね、だから申し訳ないけど、こうやらないと出ないからさ、はい、あ、嫌ですよね、はい、この写真、私では無理で、はい、まあ、この気合うときは絶対出しますんでね、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、ありがとう、はい、じゃあちょっと止めよう今日ね、ご機嫌じゃないの、もしかして